意外と普通に登場する。よい、あっさり登場。久しぶりに愉快な人間に出会えたもの。お前誰だ。招かれた茶会のホストも知らない。くそ、俺は犯人はやつって言葉を知ってるからな。よいよ。こちらのお方は千年を生きる黄金の魔女。上、うわぁ、ほんとだ。あ、全員ちゃんとしてるやん。魔女を信じなかったせいですみたいな。まあ、信じてないやん。めちゃめちゃ言われとるやん。ここやっぱマリア視点って書かれてるな。へえ、好きなものを紅茶とアイスクリームだ。はい、ご機嫌麗しゅ、ベートリチェ様。バトラ君の暴言をどうかお許しください。こいつは頑固です。その、まだ自分の置かれた状況が分かってなくて。ダメだな、話を進める上で物事の片面側面しか見れないな。分からんぜ。なんか真面目に考えてる俺。よいよ、アホすぎるとか。真面目に考えてる上で何も分からんもんね。千年も生きる、大抵の魔女は生きる。あなたのような気骨ある男、時にはね。ベアトリーチェがお姿を現してくれるのはとても光栄なことだよ、バトラー。ありがとうございます。こりゃたまげたぜ。そこまでして俺に魔女が19人目が犯人だと思い込ませてえのかよ。ますますに気に入った。だから全然ダメだぜ。お前はマリアたちが主張する魔女ベアトリーチェの幻影というわけだ。まあ、てか他の大人たちが出てこないのにな。そして全員がその存在を信じることでようやく存在を許す。他の大人が出てこないのはもう魔女を信じないからでしょう。そういう虚構の存在なんだろう。いるなら出てくるもん。だから俺にも信じさせたい。子供たちしか出てこないもん。俺だけが信じないから存在できない。そうなんだろ。魔に通じぬボンプの分際にしては理解力は悪く。なるほど。どうやらそなたは生まれながらにして魔力に強い抵抗力を持つらしい。我ら魔女の天敵、どう逆さに振るってみせようと決して我らを信じ、だから魔法が及ばん。お前のその態度にも納得がいこうというもの。そういうことでしょうよ。結局魔法も魔女も存在が嘘だとしたなら天敵が真実ってことになるよね。何を言ってやがるかさっぱりだぜ。わざわざお姿まで現してもらって恐縮だが、俺はお前さんの存在なんてこれっぽっちも信じやしないぜ。確かにこの2日間妙なことは何度か起こった。さっきマリアに言われた通り、
俺はそれら全てにトリックの説明がつけられると思っているが、ここに具体的にはまだ挙げられてねえ。だが、だからといって屈するわけじゃない。俺は兄貴たちとは違うぜ。説明できないから魔女の仕業だなんて論法には絶対ならねえぞ。ますますに気に入ったぞ。お前は屈服させがいない。お前のような男にこそ我が名を称えさせてみせたいぞ。お前のような男にこそつま先にキスをさせてみたいもの。寝言言いたきゃ好きなだけ言ってろ。俺はお前なんか否定してやるぜ。全ての出来事を人間とトリックで説明してやる。でもバトラも18人の中に犯人がいるって認めなきゃ。魔女も魔法も入り込む余地はねえ。永遠にたどり着かないのでは。よい、それでこそ千年の退屈も紛れるというもの。19人目がいるとしたらなら無理でしょう。お前は先ほどエヴァたちを殺すのに扉の隙間を利用すればよいと言った。人間とトリックでどう殺してみせるの。説明するがいい。いきなり一番辛いところから切り込んできやがったな。ってことはこのトリックが一番の自信作ってことなんだろ。真犯人さんよ。ベアトリーチェが黄金のキセルを振ると、そこから七色の煙が柔らかく尾を引きました。それらはみるみる周囲を覆うと、いつの間にかそこは親敷の廊下に。へえ、すごい魔法だ。魔法ってあったんだな。目の前にはチェーンで閉じられ、わずかに開いた客室の扉が、そう、エヴァたちが殺された部屋の入り口なのです。便利じゃねえかよ。さあ、このわずかな隙間どうして見せる、バトラ。だから隙間とか関係ない。そもそも鍵がかかってるかかかってないか、まあ別に置いといたとして、エヴァたちも共犯として、アイスピックを打ち出せる射出機があるんだ。こういう段差してぶっ殺したってことよ。その隙間からは見えぬベッドの上のエヴァをどう狙うのか。反射させてよ。ポンポンポンパパパーンって。そしてアイスピックが下に扉を閉めた左足をどう狙うの。バスルーム、バスルームはあゆや。シャワーからあゆが出るようにしとったんや。あゆがほんでアイスピックに変身してグサってなったんや。隙間はある。これが魔法や。方法があるはずなんだ。あゆって便利や。お前に思いつかぬならわらわがやってみせてもよいぞ。マジっすか。ほう、魔女様ならどうやって見せるったんだよ。お手並みを拝見してやろうじゃねえか。バトラ、ベアトリーチェに口の利き方が存在。あ、いたのか。よい、愉快な男。それで屈服させる楽しみが増すというもの。へっ、そんなに俺につま先にキスをさせていくなよ。俺が降参したらな。だが見てろ、きっと俺がこのトリックを暴いて逆にてめえを俺のケツにキスさせてやるぜ。マジっすか。愉快な男よ。覚えておこうぞその約束。マジっすか。弱き魔女、力を得るために悪魔の尻にキスを。それを超える屈服の誓いはないか。僕の近いですか、それプレイじゃないですか。そこまで言わせたからこそわらわはお前を屈服させてみたくなる。やってみろよ。ベアトリーチェはバトラの品なき暴言に気に留めることなく
黄金のキセルバーは再び振りました。そう、この黄金のキセルバー、彼女にとっての大事な剣なのです。さあさあおいでなさいな子供。剣、我煉獄の案内に滞在を許せし、七つの悔いを持て。歌うような魔法の言葉に導かれ、七つの悔いが集います。それは罪深き人の滞在を象徴する七人の悪魔たちの悔い。ベルゼブブにアスモデウス。さあ罪を許しなさい、罪人の魂を解放なさい。ベアトリーチェの呼びかけに、ベルズブブの杭とアスモデウスの杭が応えます。その日本の悪魔の杭はまるで球に弾かれたビリヤードの球のように弾かれ、扉の隙間に吸い込まれていきます。ビリヤードやあっとったんやわし。そして部屋中の壁に何度も乱反射する音が、まるでキツツキのついばむ音のように聞こえてくるのです。そして最後に気持ちのいい音が聞こえました。例えるなら薪割りの音、振り下ろした斧がきれいにさっくりと薪を割ったような、とても小気味良い音。それは2本の杭がそれぞれエヴァと秀吉の眉間に深々と打ち込まれた時の音。部屋からは確かに眉間が砕ける音が二人分聞こえました。扉越しのバトルに見ることも叶いませんが、二度死ぬ二人は二度目も寸分たがわぬ同じ姿で倒れ、同じ模様の結婚を描くのでした。バカ野郎、見れねえの信じれるかボケ。そんなめちゃくちゃで口が悪いな。殺せてたまるかよ。殺せるとも、このように殺せるとも。気づけばそこは廊下ではなく元のお茶会の席。バトラー以外のみんなは神妙に座っていましたが、カノンがささやきながら口から鮮血を垂らし始めます。あううごめきながら、お茶会の席で発射ないですね。カノンの胸にはサタンの杭が深々と打ち込まれていました。なんでかわいそう。カノンくんくっさー、カノンくんが何かしたのかよ。激高するのはバトラばかり。他のジョージやジェシカ、シャノンはまるで先生に怒られている生徒のように神妙にうつむいています。カノンはさまつな怒りにとらわれ、わらわの宴を乱そうとする。え、怒りにとらわれやすいのはお前の滞在。あ、サタンだから。気を悔いてやり直すなよ。ベアトリーチェ様、どうかお許しください。カノン君は十分に反省したと思います。よい、わらわは敬う者に寛大である。ふざけるな。こんな三本芝居で俺がお前の存在を認めると思うなよ。何が千年を生きた魔女だ。てめえのトリックなんざ千年じゃねえ、せいぜい100年程度のミステリー界が作ったお約束の累積上にあるだけだ。魔法なんかじゃねえ、断じてねえ。ねえ、事件の全ては人間とトリックで説明がつく。つく。我が千年を人間どもの100年で語るか。よいよ、だからこそわらわお前を気に入る。愚かなバトラー。Ha ha 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 ha!
笑い方がうまいな。よすんだバトラ君、ベアトリーチェ様に逆らっちゃいけない。どうした。シャノンが頬を押さえながら、え、動きをします。虫歯でも痛むのかもしれません。ですが、それはどうも虫歯ではないようでした。うっすらと赤い文様が、シャノンが押さえる頬全体に広がっていくのです。その赤い模様はシャノンにとって耐え難い苦痛を与えているようでした。頬に当てる手はいつしか爪を立てるほどになり、全身に汗が玉のように浮いていきます。シャノン、シャノン、しっかり、しっかり。どうしたってんだよ。くそ、なんなんだこりゃ。この赤いのは。それはみるみる広がってシャノンの顔半分を覆っていきます。そしてようやくぐどんで間抜けなバトラーは気づくのです。頼む、バトラー君、ベアトリーチェ様を信じてくれ。うわ、認めなきゃ殺された風になるんや。故障だから。あ、君が信じないから、信じないから。魔法が、魔法が溶けてしまう。なるほど、そうやって信じ込ませようとしているな。バトラーは生まれて初めてザクロが弾ける音というものを聞きます。その赤い飛沫がバトラーの顔にも飛び散りました。哀れ、シャノンの顔は半分がパックリと裂け、あの倉庫の中でのおぞましい最後をもう一度そこに繰り返してしまいます。恐怖で信じ込ませようとさせているな。そうはさせるか。シャを恥ずかしめるな。シャを恥ずかしめるな。どうした。え、なんか急に殺される。今度はジョージの全身に赤い模様が広がっていきます。それはまるで紅茶にたっぷりとつしたミルクが描くかのような美しき雲模様。それらがじわりと、そして全体に広がっていきます。それは色濃くなるに従い、ジョージに苦痛を与えるようでした。え、ジョージそんな風に殺されたの。その奇怪な模様を見てバトラは、ジョージたちがどのような奇怪な細工を遂げたのか、哀れなほど拙い想像力で必死に考え立ちすくみます。やがて、その赤い模様はさらに隣のジェシカにも。やめろ、やめろ、やめろ。兄貴が何をした。ジェシカが何をした。もうやめろ。パトラ。魔女なんかにくじけるんじゃねえって。応援してくれよ。否定しろ、バッキしてやる。こいつは誰か一人でも否定する限り存在できない幻影なんだ。え、さっきまで肯定してたのに。大丈夫か、ジェシカ。あ、兄貴。もうジョージは人の形をしていません。まるでお料理で美味しいお肉を削いだ後に残した残骸の山のよう。せいぜい人の頃の痕跡を残すのは、下顎の部分とあばら骨の形状ぐらいでしょうか。そして赤い模様がどんどん色濃くなるジェシカも同じ末路をたどることは明白でした。これは描写できるわ。バトラ、早く、ベアトリーチェを信じて。なぜ。溶けてしまう。マリア、お前も全身に。わらわは魔法で。お前らどうせ本物じゃねえ。でもお前が信じない限り、それは真の力を持たない。偽物どもだ。もっともお前ほどの男がこの程度のことで屈服することはある。パトロ。
私たちは身内を疑いたくなかった。現実から目をそらしたから魔女に屈してしまった。でもパトラなら魔女になんか屈しない。ジェスカ！あわれジェシカも同じ末路。ジョージと同じお肉屋さんの残骸のよう。崩れて溶けて混じってしまうから、はじけてもそれ！もうどれがジョージでジェシカかわからない。バトラ、泣かないで。ベアトリーチェは死者を何度でも蘇らせてくれるよ。だから悲しくないよ。それは嘘だよ。だから死んでも。バクさん、マイヤの全身にも赤い模様がじわりじわりと蝕んでいきます。それを見て愚かなバトラは絶叫します。ここの人ちゃんと待ったよ。てめえは許さねえ。絶対に許さねえ。何が魔女だ、何が魔法だ。俺は全身全霊をかけてお前を否定してやるぞ。何が何でもてめえを認めるわけにはいかねえ。俺をここまで敵に回しやがった以上、絶対にてめえだけは許さねえ。許さねえ、許さねえ、絶対許さねえ。よくもこの後ろ宮バトラを敵に回しやがった。何が何でも貴様を否定してやるぞ。どんな不可解だろうと全部人間で説明してやる。てめえをこの世から細胞のひとかけらまで残さず消し去ってやる。うお、エヴァンゲルみたい。え、ここまでが大将。まあ、散々罵倒してきましたけど、こういうゲームだってちゃんと知ってますよね。魔法はないけど、殺人描写とか諸々で魔法が使われてそういう風に描写されてるってのは知ってますよ。だから、どう魔法じゃなく、人の手で殺したかを推理しなければならないというのは、ちゃんと考えますんで。ちゃんと考える？考えないかも。散々言ってきましたけど、ゲーム実況なんで、本心じゃないで、許してください。ゲーム実況だから、オーバーに、めっちゃ言っただけなんで。嘘でーす。そして意外とテロップ長かった。字でかい。ワンピースの台本みたい。知らないけど。
急にでかい音でびっくりした。よくぞ言ったぞ、バトラとやら。それでこそ我が千年の退屈も紛れるというもの。さあ説明するがいい。人間とトリックとやらで説明してみせるがいい。そして人間の身の程を知るがいい。我が千年を人間どもが気づいたとかいう百年で太刀打ちできるか試してみるがいい。それでこそお前を屈服させる楽しみが増すというものよ。さあ聞こう、バトラとやら。マリアの手紙は、6人の殺し方は、僕はバトラじゃないんで、シャッターは、レシートの封印は、チェーンの密室は、カノンのボイラー室は、ゲンジたちの客間は、多いな質問。夏日の自殺は、夏日の自殺は分からんわ。隠された黄金のありかは、多いわ質問。さあバトラとやら、人間の力を見せてもらおうではないか。謎ね、これでもね。はてな、なにこれ。まずコナン君とか呼んでもらっていい？あいつならちゃんと証拠とか見つけてくれる。穴ないよあいつなら。あ、ちょちょ、ほんま、ほんまいいっす。これでスタートかな。それ何？あ？なんだって？これ？これを？え、何？いつアンロックした元の状態なんです。アンロックしていいのか？いいか。え、これとこれの違い何？このまあメインとティーパーティーを交互にまあ見てて。この辺は、まあ、追加シナリオよね。これまでのゲームとかで出た追加シナリオね。これ何？ここなんだ？ここなんだ？ちょっと見るか。ちょっと見てみるか。ちょっと見たら動画終わんねえぞ、これ。これなんだ？これ何？これマフーバ？次は何の紅茶を入れようか。だ、これなんだ、なんか始まるわ。古今のありとあらゆる名茶を披露する。とりあえずだと梅干し紅茶、梅干し。うわ、知らんキャラできちゃった。レンゾン、私、あなたの伝説の魔女、誤解、私の魅力。あー、ちょっと次回ちゃんと見るから、一旦終わるか。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。よくもらいでした。次は何でしょうね。ここのショーですかね。ここ動画配信していい部分かな。わかんないけど。はい、さようなら。